こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では、冬の脱おじさんアイテムベスト5というテーマでお届けをしてみたいと思っています。えー、僕自身ですね、今年40になったわけなんですが、まあ、独立したての頃はですね、まだ27ぐらいで、少しでも大人っぽく見せたいなと思っていたんですが、まあ、これぐらいの年代になるとですね、どちらかというと、おじさん見えするよりは、まあ、若々しく見えた方が嬉しいっちゃ嬉しいわけですよね。まあ決してこう 若作りをしたいわけではないんですがまあ、清潔感があってなおかつですねちょっと若々しく見えた方が個人的にはテンションが上がるなという年代になったわけですねまあ、僕の動画を見ていただいている皆さんも30代後半から40代中には50代の方もいらっしゃるかなと思うんですが僕と同じようにですね若々しく見せたいという方もいらっしゃるかなと思うので今回の動画では脱おじさんアイテムとして具体的に5つご紹介したいなと思いますもちろんですね OK のアイテムもお伝えするんですがまあ、このようなものが結構おじさん 見えしししやすすすすすいいいいでででででよというととうころで具体例もも出てててきままのでそののそ対比でですね皆さんも一つの参考にしていただければなと思っています、まあ、今回ご紹介するものはですね、どれも今シーズンお店に並んでいるものばかりなので、まあ、そちらを参考にしながらですね、今年の冬のファッションを楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで一つ目のアイテムからご紹介したいなと思ってるんですが、まあ冬といったらやっぱり欠かせないのはダウンですよね。まあ冬の中でも一番暖かいので皆さんもですね、すでに持っているものかなと思うんですね。その中で結構おじさん見えしやすいものはですね、こちらのイラストのような ちょっとですね、スポーティーさが強いような色鮮やかなダウンなんですね。まあ、例えば赤だとかグリーンだとかちょっと原色系のダウンなんかは結構注意が必要でその中でもスタンドカラーでなおかつそんなに厚手ではないダウンですね。結構着てる方多いかなと思います。まあ、ユニクロでいうところのウルトラライトダウンですね。まあ、これがまさしく本当に売れてるダウンで着てる方も多いかなと思うんですね。 物自体はめちゃくちゃいいんですよ。ただその中でもちょっと難しい色があって、オレンジだとか、あとはですね、ブラウンだとか、このあたりがちょっと失敗するとおじさん見えしやすいかなと思うので、このアイテムの中で選ぶのであれば、断然ブラック系が使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。そして、このウルトラライトダウン自体のデザインよりも、僕はですね、大人世代にお勧めしたいのは、ユニクロの中ではもう断然ハイブリッドダウンパーカー、3D カット、 ですね、まあ、このようなスポーティーに見えるんですけども、ちょっと着丈が長くて、なおかつデザインがミニマルなものの方が、大人の男性には似合いやすいかなと思います。カラーで言うと、こちらだったらもうシャープに見える。 ブラック。これが一押しで、ちょっと人との違いを出したいのであれば、58番のダークグリーン。この2択ですね。こういったフード付きのスポーティーなアウターというのは、結構若々しく見えるんですね。その一方で、こういったスポーティーなアイテムに、色の要素ですね。赤だとかグリーンだとか、ちょっとアクセントカラーになるものを持ってきてしまうと、途端におじさんっぽく見えてしまうので、そのあたりは注意が必要かなと思っています。で、あと大切なのは、着丈の長さですね。ウルトラライドダウンは結構短い。 短めのスポーティーな着丈の長さなんですが、ハイブリッドダウンパーカーはお尻がギリギリ隠れるぐらいの長さがあるので、まあ、適度にですね、綺麗めな雰囲気が漂うんですね。着丈が短すぎるものよりは、ちょっと長さがあったものが綺麗めに見えるので、大人世代には似合いやすいというところも含めて、ぜ、ま、ひ、あ、チェックをしていただきたいなと思います。まあ、他にはセレクトショップのオリジナルですね。例えばビューティーユースのウェブ限定になっている、ラナテックフードダウンジャケット。このあたりのですね、ダウンに関しては、 に王道のデザインで、大人の男性には似合いやすいんじゃないのかなと思います。色はブラックですとか、あとはグレー系ですね。このあたりのものと内側にと合わせてもらえば、大人の男性にはめちゃくちゃ似合いやすいかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて2点目なんですが、今度はですね、ダウンともう一つジャンルとしては、綺麗めのコートですね。この辺りのアウターも皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、おじさんっぽく見えがちなのは、こちらのイラストのようなダッフルコートだとか、あとは P コートのような昔からあるようなベーシックなんだけども、ちょっとですね、カジュアルめのコートですね。まあイラストでも表現しているんですが、着丈もですね、正直そんなに長くなくて、割と短めの アウターですね。このあたりが僕ら大人世代が来てしまうと結構おじさんっぽく見えがちなので注意が必要かなと思います。まあ、この中で P コートは実は今年のトレンドアイテムとしていろんなお店で取り扱いがあるんですね。まあ、ユニクロにもありますし他セレクトショップなんかでもよく見かけるわけなんですが着丈の短いコートって意外とバランス取るのが難しいんですね。ただ最近の P コートとかはちょっと着丈の長さが以前のものに比べると長くなっていたりして そんなに子供っぽく見えないような設計になってるんですね。まあそういった点では今売っている P コートにしてもらえば間違いないですし、ダッフルコートも丈長めにすればバランスが取れたりするんですが、ただやっぱりですね、ダッフルコートのディティールですね、このあたりは子供っぽく見えがちで、大人の男性にはなかなか合わせるのが難しいですね。おしゃれ、中上級者ぐらいになって、そういったものがうまく取り扱えるようになる方もいらっしゃるんですが、一般的にはちょっとおじさん見えしちゃうかなと思うので、注意が必要 必要なアイテムかなと思っていますそれよりはもっと使いやすいのはですね丈が長いですねチェスターコートですとかステンカラーコートのようなまあ、今まさにですねトレンドアイテムから徐々に定番アイテムになっているようなそういった丈の長いコートこういったものの方が大人の男性には断然似合いやすいかなと思います具体的なところで言うとステンカラーコートで言えば417エディフィスのですねウーリックビーバーマックコートですねこの辺りのちょっと丸みのあるシルエットですね まあ、トレンド感も程よくありつつもベーシックなステンカラーコートというところでは非常に使いやすいかなと思います、まあ、カラーはですねグレーだとかネイビーが使いやすいですね、まあ、ブラウンというカラーもあって個人的には好きなんですが失敗するとブラウンとかベージュ系は結構おじさんっぽく見えやすいので安全運転で言えばネイビーですねこのあたりが若々しくは見えやすいかなと思いますあとはグレーもですね深めであれば割とシックに見えるのでませ、あ、ん 違いななく合うかなと思いま,すまあ、ブラウンに関しては、結構ですね、40代後半以降だと、まあ、失敗すると難しいので、まあ、30代後半から40代前半の方で、まあ、おしゃれが好きな方であれば、ブラウンなんかもいいんじゃないのかなと思います。まあ、こういったオーソドックスな竹の長さのあるものですね。 あとは先日ご紹介しましたグリーンレベルのファブリカメルトンチェスターコートですね。チェスターコートの中でも少しゆったりとしているもので、普段着の中にも合わせやすいというところでは使い勝手がいいと思いますね。この中でも一番手は、 シャープに見えるネイビーですね。動画の中ではモカとダークグレーをご紹介しましたが、大人の男性がおじさん見えしないように選ぶのであれば、第一候補はネイビーだと思います。ベーシックでちょっとなんかひねりを加えたくなる気持ちが個人的にはあるんですが、やはり若々しく見えるカラーとしてのネイビーというのは鉄板かなと思うので、こちらおすすめかなと思います。もしくはダークグレーですね。このあたりが大人の男性には似合いやすいと思います。個人的にはモカの カラーが一番好きだったりするんですがこのあたりは何を優先すべきかで変わってくると思いますおしゃれに見えるのはモカかなと思うんですねでネイビーが一番ベーシックなので安心感はあるんだけどもうちょっとエッジを効かせたいなと思うんですが一方で清潔感があって大人の男性が若々しく見える色としてはネイビーがいいかなと思うのでそのあたりも頭の片隅に置いていただければなと思っています はい、続いて3点目はトップスですね。その中でよく着がちなのが冬といったらこういったネルシャツですね。フランネル素材の着毛感があるような チェック柄のシャツ。これはですね、なかなか僕ら大人世代には難しいアイテムだなと思っています。まあ、いわゆる昔からあるような古着チェックなシャツなんですけども、まあ僕らのイメージの中ではこういったものを着るとおじさんっぽく見えるというところが、やっぱりですね、頭の片隅にあるので、なかなか難しいアイテムかなと思います。とはいえども、最近はですね、このようなチェック柄のシャツですね、トレンドになってきてるんですね。なので取り入れたいという気持ちもあるかなとは思う ですがおしゃれ中上級者であればうまく取り入れるのが可能だったりするんですがあまりファッションの習得度が高くないうちにこういったものをトライするとちょっと失敗がしやすいかなと思うので注意すべきアイテムなのかなと思っています結構トレンドって難しいところで従来はこういったちょっとおじさんっぽく見えるアイテムなんだけどもそれをあえてうまく取り入れることでおしゃれ上級者に見えるというような使い方があるんですがそのあえてがあえてにならないという のが難しいところでそういったものを若い世代ですね10代20代で若々しくて身長が高くてスライドした体型の方が着ればそれがうまくハマったりするんですが僕ら世代ですね大人の男性でなおかつスタイルがそこまで良くない人が着てしまうとあえてにならずにどんずばでおじさんっぽく見えてしまうのでここには注意が必要かなと思っていますまあ僕自身ですね結構チェックシャツは好きで今年は何枚か買ったんですね先日ご紹介した グリーンレベルのバンドカラーのブラウンとネイビーのチェックシャツなんかは非常に良かったなと思うんですね。選べばもちろん良い,いものもあるんですが、そうじゃないおじさんっぽく見えがちなシャツの方が圧倒的に多いので、個人的にはそういったシャツよりはストライプ柄の方が断然ですね、失敗しづらいと思うんですね。まあ、こちらの画像のようなフォールストライプレギュラーテーパードシャツ、ビューティアンドユースのものなんですが、 ブルーベースのちょっと太めのストライプのものなんかは清涼感があってシャープで大人っぽく見えるんですね。同じ柄もの中でも断然ストライプ側の方が大人世代には合わせやすいかなと思うのでこちらを優先していただきたいなと思っています。で、最近ですね、このようなテーパードシャツっていうものが ちょこちょこ見るようになってきたんですね。テーパードというと、もうボトムスのイメージで、膝から下にかけて、徐々に外に向かって細くなっていくというのが、まあ、テーパードの定義だったりするんですが、それがボトムスだけではなくて、シャツにもですね、用語として使われるようになってきていまして、特にビューティーユースのシャツなんかに多いんですが、まあ、外に向かって徐々に細くなっていくようなシルエットで、まあ、ベースはですね、そんなにタイトなシャツというわけではなくて、ほどよくうとりがあるんだけども、だらしな 見えないような裾に向かって細くなるようなそういったバランスのシャツは大人世代にはですね相性がいいんじゃないのかなと思っていますまあ、こういったストライプシャツの上に先ほどご紹介したようなステンカラーコートだとかチェスターコートだとかそういった綺麗めなコートを重ね着してあげてストライプ柄を一つのアクセントにするというのも一つバランスのいいですねコーディネートかなと思うのでまぜ、あ、ひシャツを選ぶのであればフランネルのチェックシャツではなくてまあ、こういった結構コットンで様々なシーズン使えるような ストライプシャツの方が断然優先度が高いかなと思うのでぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っていますはい続いて4点目なんですがこれまたトップスなんですけども結構ですね大人世代でやりがちなのが パーカーを着るというスタイルなんですね。こちらのイラストのようなグレーのですね、ジップ式のパーカーだとか、あとはスポーティーなブルーとかのパーカーですね。まあこういったものなんですが、このようなジップ式のパーカーっていうのは、ちょっと今のトレンドから外れがちなのと、あとはすごくカジュアル見えしてしまうので、なかなか大人世代には似合いづらいアイテムかなと思います。まあ先ほどですね、ダウンをご紹介しましたが、あのような一番外側に着るですね、 一番暖かいアウターに関してはもうダウン間違いなく着ていいと思うんですね。ああいったものにはスポーティーな要素があっていいかなと思うんですが、内側に着るものに関しては少し綺麗なものの方が大人の男性には似合いやすいかなと思うので、そういった点ではパーカーだとかスウェットのようなちょっとこう部屋着を連想するようなものよりは、 綺麗めに見える丸首のニット、こういったものの方が、まあ断然使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ丸首のニット、僕の動画の中でも結構散々皆さんにご紹介してきてるかなと思うんですが、特に大人世代がですね、おじさん見えしないためにですね、必要なものは、色としては、オリーブだとか、ブラウンだとか、あとはグレー系、このあたりは、 結構ですね、中級者以上向けのアイテムで、失敗するとおじさんっぽく見えがちなんですね。それよりは、ちょっと清潔感があったりだとか、シャープに見えるような、もう鉄板でいうところのブラックのニットだとか、もしくはその反対側にあるような、 ホワイトだとかオフホワイト系のニットですね。こういったものは清潔感があって大人の男性でもおじさん見えしないんですね。例えば417エディフィスのシャギードックブリティッシュライクウールニット。こちらのホワイトなんかは非常に暖かみもあってなおかつ清潔感も漂うのですごくいいんじゃないのかなと思います。このようなものを先ほどご紹介したような チェスターコート、ステンカラーコート、またはダウンの内側に持ってくれば、アウター自体が暗い色でも、ちゃんと明るさを出すことができるんですね。もしくは、 ちょっと綺麗な色を差し込むというのも意外と大人の男性には似合いやすくて、クリアコットンスウェットライククルーネックニット、これグリーンレーベルのものなんですが、この中で言ったらターコイズという色がですね、良い差し色になるんですね。まあ単品で見ても綺麗な色ですし、まあこういったものにボトムスをブラックだとかダークグレーを合わせてしまえば、そこまで派手に見えることもないですし、この上にですね、ダウンですね、ユニクロのハイブリッドダウンパーカーの例えばブラックです。 そういったものを合わせてもらって差し色に使ってもらうというのも意外といいかなと思うんですね。 大人の男性がおじさんっぽく見せないためにはシンプルに白だとかライトグレーで明るい色を持ってくるか差し色でターコイズだとか、まあ、ブルー系の色なんかもいいと思います先日グリーンレベルでご紹介したマスタードカラーのニットですねあれはもうちょっと在庫がなくなってしまったみたいなのでまた再入荷を待ちたいなと思うんですがああいった綺麗な色とかもいいと思いますぜひですねそういった色でちょっとこう綺麗めなニットをうまく使って重ね着をしてあげると大人の男性もおじさん見え しないので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。 はい、続いてラスト5点目はボトムスなんですが、おじさん見えしがちなボトムスといえば、もう2大巨頭で、まあベーシックなアイテムなので、皆さん結構お持ちかなと思うんですが、中途半端なシルエットのデニムですね。あとは、これまた丈が長くてだらしなく見えるような血のパンですね。ベージュ色になりますが、こういったものはまさにおじさんっぽく見えがちなので、なかなかですね、難しいアイテムかなと思います。定番アイテムというのは、すごく安 安心感がある一方でちょっと古臭く見えがちというところがあるのでなかなか注意が必要なんですね特にデニム系でも色が中途半端に落ちたものなんかはなかなか難しいのでもしデニムを履きたいのであれば今の空気感に合うのはほとんど色落ちしてないような クリーンなデニムですね。こういったものの方が大人の男性には似合いやすいかなと思います。ワイドフィットのデニムもありますが、足にしっかりとフィットしているような、まあそういったシルエットのものの方が大人の世代には似合いやすいと思います。まあ、ベージュのチノパンはなかなか難しくて、こういったものをうまく活用するのであれば、あえてワイドサイズに振ってしまって、おしゃれ中級者、上級者のように使うのが、まあすごく良かったりするんですが、ちょっと大人の男性にはいずれにしても使うのが難しかったりするので、ここでお勧めしたいのは、 定番的なブララッッククク系のスラックスででですすねももしくはダーーグレーとかでもいいんですがただこの中にもいろんな選択肢があって僕が好きなのはユニクロのタックテーパードパンツなんですが40代以降の男性であるとちょっと失敗するとやぼったく見えがちなのでそれよりはグローバルワークのアーバンスラックスだとかグリーンレーベルのオルマイージーパンツだとかこのようなパンツの方がシルエット的には大人世代には似合いやすいかなと思うんですね あんまりエッジを立てすぎてしまうと、だらしなく見えてしまう可能性もあったりするので、そのあたりは、 王道のパンツですね。ブラック系のもの、もしくはダークグレーを選んだ方がシャープに見えるかなと思います。これは結構大切なことなので、皆さんも頭の片隅に置いていただきたいなと思うんですが、世の中全体で見た時に、おしゃれな人の割合って、本当に1割ぐらいしかいないんですよね。そういった方にも見てわかるようなトレンド感だとか、エッジの立て方っていうのをしてしまうと、残りの8割ぐらいの方々には、ちょっとハテナマークになってしまうことが少なくないんですね。まあ、特に僕 僕ら世代の方々だと、長年ですね、タイトシルエットに目が慣れてきていたりするので、そこにあまりビッグシルエットすぎるものを持ってきたりだとか、ちょっとゆとりのあるボトムスを持ってきたりすると、それがトレンドなのか、 おじさんっぽく見えるのかが、もうギリギリのラインになってしまうので、そこは、まあちょっとこう、今のトレンドではないかもしれないんですが、王道に見えるような、テーパード型のパンツの方が、僕はですね、おじさん見えしないかなと思うんですね。そういったところで言うと、アーバンスラックス、オルマイージーパンツ。オルマイージーパンツに関しては、細すぎず、太すぎずという、もう本当に絶妙なところを狙ってるので、すごくですね、使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ、このあたりのパンツを持っておけば、まずおじさんっぽく見えることは、 今回ご紹介してきたようなダウンにも合うしステンカラーコートチェスターコートにもあってシャツだとか丸首のニットにも合うというところでは王道なのでぜひこういったものでおじさん見えしないようなコーディネートを意識をしていただければなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、おじさん見えしない冬のアイテム、ベスト5ということでお届けをさせていただきました。まあ結構ですね、様々なアイテムを解説する中で、こういったものはおじさんっぽく見えて、こういったものは若々しく見えるというところはお伝えしてきたかなと思うんですが、まあ全体に共通して見えるポイントとしては、まあ一定の綺麗さを意識すること、そしてトレンド感は大事なんだけども、今のトレンド感満載にしてしまって、 ワイドサイズに振ってしまうのも、これまたですね、だらしなく見えたりだとか、周囲の方々に理解してもらえなかったりするので、まあ最新のトレンドよりは、ややですね、ちょいゆるサイズだとか、もしくはもう本当にスタイルがちゃんとよく見えるようなテーパード型だとか、このあたりを意識的に取り入れた方が、僕はおじさんっぽく見えないのかなと思っています。本当人それぞれですね、どのあたりを狙っていくのかっていうのはコンセプト次第かなと思うんですね。まあ、僕自身今40代になりましたけども、今回ご紹介したような 本当にこう綺麗さがあってトレンド感をちょっと抑えめのスタイルというよりはもうちょっとですね服が好きなのでエッジを効かせたくなってしまうんですねただやはりこのあたりのバランスというのは自分自身も意識しながら日々のファッションに取り組みたいなというふうにですね改めて感じましたぜひ皆さんもですね今回の動画を一つの参考にしながらですね今後の着こなしを楽しんでいただければなと思っています これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズ場所の今日ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少しトレンドに寄せたアイテムですとか、コーディネートに関しては、 僕はもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルで詳しく解説をしています。こちらのチャンネルは、なんか第三者からの見え方も結構大事にはしてるんですが、それよりはもうちょっとおしゃれが好きな方の集まりになっていまして、まあ人の目も大事なんだけども、自分自身が楽しめるような中級者向けの着こなしもどんどんご紹介してますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなか日々動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものも開催をしています。そちらの方ではですね、大 1分ぐらい読める分量で、おすすめのアイテムですとか、コーディネートなんかをですね、サクサクとですね、投稿していますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。